皆さんこんにちは。本日もまた航空ニュースをいくつかピックアップしてご紹介したいと思います。えまずはロイター通信ですね。えー、タイ政府・タイ国際航空の公正手続き申請救済計画を撤回というふうに、えー、タイトルされておりますが、えー、こちらですね、記事の内容を簡単にご紹介したいと思います。えー、タイ政府は国営のタイ国際航空について当初予定していた救済計画を撤回し、破産法に基づく会社更生手続きの申請を計画していると。えーとこれ会社構成 手続きの申請というのがいわゆるアメリカでいうところの、まあ、チャプター11あの某チャンネルとか、えー、某動画とかをご覧になっている方はこの辺のことをよくご存知かもしれませんが、えー、これと似たような手続きが待っているのではないだろうかというふうに言われております、えー、元々の計画としては、えー、政府に581億バーツほどの、えー、融資保償を求めるというタイ、えー、国際航空からの、えー、要求に応じる予定だったんだけれどもこれをやっぱりやめたとで、えーとまあ、例のあれが始まる 前から結構、タイ国際航空の経営というのは結構よろしくない状況が続いていたそうでございますので、2019年度に至っては120億4000万バーズの赤字だったそうでございます。だから相当何か、あの、まずいものが、タイ国際航空の中に、まあ、脈々とあったというふうなことになってしまうのかなというふうに思います。まあ、今回のその会社構成法適用っていうのを、まあ、一つのまあきっかけとして、まあ、これから、あの、いい方向に、あの、会社が、あの、 変わっっっててていていいいいたただければまあ嬉ししなととう,うに思ったりしているところでございますあの個人的にはタイ国際航空って私が初めて海外一人旅をやった時に登場した航空会社でありまして結構思い入れがあるんでございます、えー、と乗った機材は777-300のエコノミークラスですね、まあ、ちょっとあの何とか頑張って復活していただきたいところでございます はい、では次のニュースです。こちら、パドルユア・オン・カヌーという、ねえー、航空ニュースを取り扱っているポータルサイト、ニュースサイトなんですけれども、えー、そこから、えー、今回ご紹介するのはエミレーツ航空に関する記事でございます。エミレーツとパーマネントリーデコミッション40%オブエアバスエスリ80フリート、アクスニアリス、サードオブキャミンクルーンパイロットというふうふに書いています、えー。直訳すると、えー、エミレーツが所有している、えー、A380 の40%を削減する。それからパイロットと客室乗務員の3分の1をレイオフ解雇するというふうな話になっているわけですね。まあこれもまたあの航空業界のあの不景気のお話でから解雇のお話というねすごいなんかあの働き手にとってはかなり辛いニュースが続いているんですけれども、まあ、そん中で今回ご紹介したいのはどっちかというとまあその。 解雇がうんぬんとか、まあ、業績がうんぬんとか、そういうことよりも、そのエミレーツの解雇に対する方針をご紹介しておきたいと思います。えー、と文章としてはこちらです。えー、とこの部分をご覧いただきたいと思うんですけれども、もし、のこの文章について、直接あの記事のを読まれたいという,ふうな方のために、概要欄にリンクを貼っておきますので、ご覧いただければと思います。そこから Google 翻訳とか使っていただいても大丈夫かなと思いますけれども、えー、とそのクビにする方針というのがあるんですよ。 で、えっ、ー、と、首の対象になる人間というのはどういう人間かというと、えー、60歳以上の、えー、キャビンクルーメンバー、あの、客室乗務員ですね。まあ60歳超えても、キャビン、えー、キャビンアンテナなどをやられている方がいるっていうのが、まあ驚きですけれども、まあこれに関しては、あの、そういう方が今回は対象になっていくというふうな話だそうでございます。で、から次ですね。a n y w h e with Active Disciplinary Issues と書いてますが、これ要するに、えっ、ー、と、この、 ディスプリナリーイシューというのが、いわゆるこれ、懲戒とかそういうも、あの、お話なんですよ。だから、単純に直訳すると、えー、勤務態度が良くないやつっていうことになるのかなというふうに思います。で、から次ですね、えっ、ー、と、ハイシックネスレベルスというふうに書いてありますが、えっ、ー、と、要するに、持病とか、あるいはその、何か病気の関係で、えっ、ー、と、他の人よりも、まあちょっと、 ケアが必要な方ってことになってしまうんでしょうかね。ちょっと、あのー、文章に書いてないところまで、まあ、あのー、推測してしまっておりますけれども。で、四つ目。えー、プアパフォーマンスレコードというふうに書いてます。あのー、まあ、もう簡単ですね。あのー、勤務成績が、業績が良くないやつっていうポイントですね。まあ、こういった、いわゆる解雇の方針というのを定めているんですけれども、まあ、これが、 違うのがえっ、ー、と日本の会社とまあ比較して考えるとですね。だいたいこういうなんでしょう。あの解雇とか、いわゆる人員整理の話になると、だいたい若い奴らから切られていくっていうのが日本だとよくあるんですけどもまあ、それがあのこのエミリスに関してはそうじゃないと。えっ、ー、とまあ、パフォーマンスとか、えー、勤務態度とか。あとはそのいわゆる起往歴の問題。それから年齢をこれ不思議なことにこれ高い方から。 これは職種にもよるんでしょうけれどもね、えーとまあ、そういうふうな形の、えー、解雇の仕方をしているというふうなのは、まあ、非常に、まあ、日本企業と比べるとまあ対照的かなというふうな気がいたしております。 はいといととうことでなんとかあのエミレーツといえばですね、まあ、A380 を使って、まあ、すごいこう、豪勢にやっているっていう感じがあの強い航空会社です。私もあのこの間の世界一周旅行の時にですね、あのエミレーツのファーストクラス、JAL、えっと、の特典航空券で発見したやつ乗らせてもらいまして、機内でシャワーなんか浴びさせてもらったんですけれども、まあ、これももう二度と、えー、それに行くことができないのかなと思うとね、ちょっと残念な気もしておりますが、やはりそれも、まあ、一つ、まあ、あの望む、望まぬにかかわらず、一つの、あの、時代の 転換だったりりするのかななという,ふうな気はしておりま,すまあ、もともと A380 もまあ、そろそろやべえんじゃねえのというふうな話もあったから、まあ、遅かれ早かれという話だったのかもしれませんが、まあ、ちょっと、とどめの刺され方、まあ、ちょっと言葉は悪いですけど、まあ、そういうふうな意味において言うと、ちょっと、あの、なんだろう、あまり、こう、ちょっと、うーん、優秀の美っていうふうな感じというよりかは、なんかこう、うしゃあなしで、 こう退役させていくっていうふうなそういうちょっとネガティブなイメージがちょっとついてしまうのは非常に残念なような気がいたしておりますとりあえず今回ご紹介した内容はです、ね、タイ政府がタイ国際航空の構成手続きに入りましたというニュースとエミリッツ航空が A380 の40%でからパイロットと客室乗務員の3分の1にぐらいの解雇を行うという,ふうなニュースをお届けいたしました今回のところはこんなところですありがとうございました